ドゥドゥドゥン。エリクサーコスト平均 1.8。 どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、 1.8 ということでめちゃくちゃ低コストデッキでございます。で、低コストだからといって戦えねえじゃんこいつとか思った方々で、いや違います。今回穴掘り師を食い込むことによってもう穴掘りデッキですよ、要は。ということでやっていきたいと思います。もうね、知らん、これでいく、これで一戦だけいく、うん、一戦だけ。さあ来い。もうここね、相手をねビビらしたろ。もう超低コストですから基本的には。だからもう相手が矢の雨とかザップとかで処理してこようとしても、どうせ低コストなんでめっちゃくちゃ来ますからね。めちゃくちゃ行きますよ私たち。さあ来ましたよ、さあ来ました。ゴブリン出してどんどん回していきますよ。回していくよ、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 回していく、回していく、どんどん。おお、ちょっと待って、おい、ちょっと待って、おおい、おいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはこれ、ちょ、おい、相手うまい、相手うまいぞ、相手うまいぞ、ちょっと、ないない、あいない、ちょっと待って、これはまずい、これはまずいぞ、おい、これはまずい。ちょっと我が超低コストデッキが今打ち止めされる。ちょっと待って、穴掘りで、ちょっと穴掘り槍ゴムで切っていきたいと思いますよ。おい、来たよ来たよ来たよ、また来たよこいつ。おらおら、走れ走れ穴掘り。おい、ちょっと待って、アイスウィズにタゲ取られてんじゃんこいつ。はあ、嘘やろ嘘やろ、完全に完封されてます、完全に。待って、ロイジャー来んなよ、ロイジャー絶対来んなよ。来たらやだよ、来たらやだよ、来たらやーよ、来たらやーよ、来たらやーよ。よし、いいぞいいぞいいぞ。これはもうね、売りはね、やっぱ低コストですから、私の弊社のね、弊社のね、売りは低コスト、弊社の売りは低コスト。いや強い、いや待てよ、この状況やばいぞ。相手ダメージ全然入ってないからね、相手ダメージ本当に入ってないですから。起きた、おい、ちょ、そこに出すの犯罪、おいおい、そこに出すの犯罪、おい、ちょっと待って、うらっ、そこに出すの良くないでしょ。ちょっとこう、相手ザップ万歳でしょ絶対。おい、うーわ、これはまずい、これはまずい、これはまずい。ちょ、落ち着け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 、こっからもうスリータワー落とそう、スリータワー、よし、いいぞ。ここで出して穴掘り決まった瞬間出しまくる、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 ほら全部出す、ほら、これ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 、これが強い、これが。よし、ああ、なんやねん、いやいやいや、諦めるな諦めるな、強気。おわっ、おっ、そこの角攻めずるない、ちょっといつも思うんすけど。うわっ、ここの角攻めちょっとさ、ずるくないっすか。ちょっと何これ、嘘でしょこれ。もうどんどん出しても出しても、これはちょっと、これはちょっときついなこれ。うわうわ、出た、そうやって完封してくる系男子、いいよそうやってさ、いいよそうやって、俺いけ、いやこれはちょっと、これはちょっと違う、あっ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 、いやあのさ、せっかくだったらさ、スリークラウン落としてほしいよ動画的に。じゃんじゃん、チャンネル登録してね、チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。